こんにちは、アルベル木工教室の辻です。箱物と足物の違いを知るということで、今日はですね、この箱物の作り方ということで、よく聞かれるのが、この組み方ってどういう組み方がありますか、正しいその作り方というのを教えてくださいということでよく聞かれるんですけれども、これはですね、本当にいろいろあります。時と場合によって、それじゃあどう作るかっていうのは、そのケースバイケースで変わってきます。よくここで本当に悩むと思うんです。これが本当の正しいやり方なのか、恥ずかしいやり方なのかがちょっとよくわからないという質問をよく聞くので、今日はまあそこをちょっとピックアップして、僕らがどういうふうに考えているかっていうのをお届けしたいと思います。はい、それではですね、早速見ていきましょう。で、まず箱物を作る時の考え方の一つに、まず重要になってくるのが、チリという言葉をちょっと一つ覚えておいてください。で、チリって何かというと、ここですね、この段差があります。これ家具作りや DIY で覚えておくと、いい鉄則ですね。で、例えば、今ちょっとこれ分かりやすくひっくり返しますけど、ここが全部同じように真っ平らに作りましたよ、やった綺麗にできたって言ってても、完成した後もこっちが縮んで、ここに段差ができることがよくあるんですね。それが嫌だということで、家具の職人というのは、あえて段差ができても分かりづらいように、初めからこういうふうに段差を作ってやると。意外とこれ、皆さんご存じない方が多いんですけれども、だから木が狂う前提で、ここに初めからチリという段差をつけてますよと。こういうチリをつけると、まず一つ家具に立体感が出る。あともう一つは、面を取るときに、これこういうふうにどちら側も今面が取られているんですけれども、この面と面が合わさるときに同じ幅で、例えばこうついたとしたら、面同士がおかしなことになってしまいます。面がおかしくならないように、こういうふうにチリというのをつけるのを、まず家具製作の基本において、まずこれが大前提です。で、その箱物の組み方にも影響してきます。はい、それではですね、今ここに大まかなで3タイプの箱の作り方を用意しました。一つは縦勝ち、もう一つは横勝ち、イレギュラーな形。この3タイプの中で、強度一番強いのは小川君どれだと思う？一番右。一番右ですね、はい、はい、僕もそうだと思います。一番右はですね、上は乗っかる形で、下は挟み込まれてます。こういう向きでビスや釘を打ちますし、こっちは横からこう打ちますし、だからこういうふうにその止める方向っていうのを変えてやることによって、強度が上がります。大体もう皆さん分かると思います。例えばこういう形だったら仕切りを入れたいなというふうにしていったら、どんどん頑丈になっていきます。もう四角い箱だけで完結するっていう家具はあんまりないと思います。ですので、あんまり強度っていうのは関係ないかなというふうに僕は考えてます。はい、中に入れる突っ張り棒やその構成する、板の、数が多いほど強度は強くなります。ただ、シンプルなこの形で打った時に、こうただ単純に同じ幅のものを挟み込むだけよりも、こういうふうにその挟み込む方向が変わってきますよというような形の方が強いということで覚えておいてください。でですね、次です、次に聞くのは場所です。どういうふうに使いますかっていうことで聞きます。はい、ここがポイントですね。じゃあ小川君、ここにこういうふうに壁に私かけたいです、棚を作りたいという方がいたら、どの作り方をお勧めしますか？一番左ですか？一番左ですね。例えば真ん中とこれ似たような挟み込む作り方ですけれども、こういうふうにかけた時に、負荷っていうのが上から下に荷物を乗っけた時にかかってくるわけですね。そうすると、例えば下から釘だけで打って止めましたとか言った場合に、ボンドが少しずつ剥がれてきた時にスコーンと下に抜けてしまいます。この場合だったら、縦勝ちになっていれば横から釘やビスで止めます。そうした時に、負荷がその釘などでこう挟み込まれて、接着剤がもしついていなかったら落下する可能性が一番低いものですね。なので、じゃあ例えばこういう壁掛けのものだったら、一番これがおすすめですよという形です。じゃあ例えばその置く場所ということで、今話しているんですけれども、床にドーンと置きたい、タンスみたいにドカーンと下に置きたいよと言った場合は、一番やらないのはどれですか、小川君？
一番やらないのは真ん中ですね。真ん中ですね、はい、はい。なぜかというとですね、木っていうのは、ご飯はまあそんなに反ったりってことが少ないんですけれども、木っていうのは反ります。はい、じゃあちょっとこれ横にしてみますね。はい、ここ無垢材です。木っていうのは組んでからでも動いて反ったりします。例えばこういうふうに一番下の板が反ってしまったとなったら接地面が丸くなります。そうするとこういう形ですごい不安定なんですね。なのでこういう形の板を下にべちゃりとつける家具というのはこれはまず僕ら絶対おすすめしません。ということでですね、ちょっとまあ簡単にまとめると、置く場所でもその作り方っていうのが変わってきますよという形です。次は見え方のステップに行きましょう。どうやったら綺麗に見えますかという形です。ここでまたポイントが一つ出てきます。僕ら家具の職人は小口という木の切った断面、これで言ったらここですね、これで言ったらここですね、こういう小口というこの断面というのを見せる、人の見える方向に持ってくるっていうのはできるだけしたくありません。恥ずかしいという形なんですね。ですので次はじゃあその場所でどう見えますかという形になります。ここに壁があったとします。自分よりこの棚は自分の目線よりも低い位置に取り付けたいということにしましょうか。そしたら、そしたら小川君この場合だったらどの形を選ぶ。自分より低い、一番右。そうです、一番右が理想ですね。まあこっちでもいいかとは思います。たださっき言ったように下にスコーンと抜けてしまうので強度的にはちょっと弱いと。じゃあより重いものも置いて上から見た時に小口が見えてない、この天板がそのままスーッと目が通っていますよと、これと比べると違いがよくわかりますね。で上から見た時にもしかしたらそのテーブルの天板みたいに使う棚かもしれません。引っ掛けるその棚が、その時にこういうふうに段差や小口が見えるよりも一本スーッとカウンターテーブルみたいに通ってる方が見た目は綺麗です。ですのでその上から見える時はこの作り方をしてやるといいですよというような形になります。この両側に壁があるっていう場合はもうこういう作り方でも大丈夫ですね。そんなに重いもの乗せませんよといった時には両側に壁があったら小口、この小口をほとんど見る機会がありません。ですのでこういう作り方をしてあげた方がいいですよというような形になります。じゃあ例えばで、まあ、別の例としてすごい高い位置、天井に近い位置に棚を取り付けたいと言った場合で、そんなに重いものも乗せませんと言った場合はじゃあどういう作り方がいいですか。真ん中ですね。真ん中ですね、はい、そうですそうですそうです。それだったら下から見た時に同じくこういうふうに通っている方がいいですよと。で部屋の端から端までドーンと大きい棚を作るということであればこの小口を見る人は誰もいません。ですのでこういうふうに下から見た方が綺麗になりますよと。上から見るの、下から見るの、横から覗き込むのということで、その目線で決めてやります。それによって作り方がまた変わってくるっていうことですね。ということで、もう一つ三つ目のポイントとしては、見え方ということで覚えておいてください。じゃあ最後ちょっと作りやすさについて説明します。はい、今まで、いろんな強度のことだったりその見え方ということでうんちくを、垂れてきたんですけれども、じゃあどれが一番作りやすいかって言ったらもちろんこの作り方ですね。例えば、まあ、皆さんが、丸ノコでもうウィーンと自分でカットしますよといった場合にこれ同じ長さです。これもそうですね、同じですね。なんですけれどもこれだけ長さが ABC と3つの寸法に分かれます。で、まあ、こっちは言ったら簡単です、はい、あとは例えば棚板をどんどん入れていきたいですよって言った場合も全部同じ寸法で組んでいきますね。ここで、また出てくるのが塵の考え方ですね。塵、まあ、つけましょうねと、できたらつけましょうということでお話ししました。これは縦と横なので今この側板からこの挟み込まれる板っていうのは5ミリ後ろに下げてます。じゃあこの側から5ミリ5ミリ下げましたよという形で組んでいきますね。なんですけれども一番右のものはですね、天板が一番長くて今度側板が次に長くて一番下は引っ込ませてますとなると、長さの寸法以外でも奥行きの寸法っていうのも
3段階に分かれる形になります。はい、これがその、作りやすさに影響してきますね。こういうふうに組んだら綺麗なんですけれども、その分3タイプの長さと3タイプの奥行きを用意してあげないといけないというのが、この塵がついた時のこの、作り方の厄介なところになるわけですね。ですので、まあ、例えば DIY でも見た目なんてどうでもいいや、面も別に取らなくていいしということであれば、全然いろんな組み方があります。なんですけれども、こっちとかだったらもう基本はもう同じ長さでいけますよということで、手間が省けるということで、その作りやすさで選ぶというのも一つの手ですね。でですね、まあ、いろんな作り方がありますよということでお話しさせてもらいました。だから基本間違いはないんですけれども、よくまあ本当にきれいに作るなら出てくるというのがこの作り方ですね。ただ、ここに足をつけたいだとか、サザエさんがよく電話に出る電話台みたいな、あの廊下に置いてありそうな自分の腰の高さぐらいの家具を作りたいとしました。そしたらですね、これベタ置きだとこれもやっぱり安定しないんですね。こういうふうに面がやっぱりこういうふうに出ていると、いざ狂った時に干渉をしてきてしまいます。ですので、こういう時僕ら一番よくやるのは、これをここまで伸ばさずに、はい、見えますでしょうか、こういう作り方をよくします。はいですね、これが一番僕らの家具教室で出てくる作り方ですね。で、じゃああとはこれどれぐらい浮かせますかと言った時にですね、まあ、例えばもうできるだけ、掃除がしやすいように、ルンバが通れるように、例えば 5,6 センチ上に上げますよというような場合もありますし、いやもう掃除しないで隠してしまいたいといった時には、こういうあの幅木とも言いますね、こういうふうに足がもう入らない、中が見えないよっていうように、底板を上げた上でこういうふうにまた一つ材料を入れてやるというような作り方をよくします。はい、これは本当にキャビネットとかチェストによく出てくる作り方です。はい、ではですね、今みたいな3タイプのものを紹介させていただきました。でそれとはもう一つ別にですね、イレギュラーでこういうトメと僕らは呼んでるんですけれども、45度で合わせる、こんな組み方も、ごくたまにします。何がいいかというと、さっきの小口の問題を解消しました。こうすると木目がつながって見えますね。小口が出てきてません。すごい綺麗です。はい、こういう作り方で、その小口問題というのを解消しましたよというような作り方ができます。あともう一つ面ですね、こちら全部これ幅が同じです。さっきみたいにチリをつけてません。でチリをつけていなくても、この面が綺麗に合わさる仕組みになってます。こういう作り方というのも一つ、覚えておいてください。で皆さんが、まあ、例えば作るとしたら、丸ノコでここを45度に切って、留め合わせるというような形になって、一手間かかります。で強度的にはこれも結構弱いです。小口同士の接着になるので、実際はこれよりも弱いというような考え方になりますね。なんですけれども、美しく見せるという意味ではこういう箱の作り方をしたりもします。はい、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、できるだけきれいに作りたいという方はこういう作り方も一つおすすめですよという形で一つ覚えておいてください。はい、じゃあ同じようにですね、箱物で、木目の木の使い方というのをちょっとご説明させていただきます。まあ、これが家具になると思ってください。すごいデフォルメされてます。2つとも同じ作り方をしてます。はい、棚を作りたいって言った場合に、小川くんだったらどっちでやりますか？右側ですね。右側、こっちか。はい、はい、はい、はい。そうですね。こう見ると、まずこれはありえないって感じやんね。そうですね。僕らの教室にお通いになる生徒さんでも、ちょっと私自分でやってみるって言った時に、こういう風に作る人、すごいたくさんいますね。はい。うん、本当に、知らない人は知らないです。はい。これはこれで、ありといえばありなんです。小口がこっち見えてます。今度小口がこっちに来てます。このバージョンだったらこちらのものは小口がこうやって棚になって組まれた時に前面部に出てきますよということで、
例えば横から見た時こういうふうに木目が揃って綺麗なのはこっちの方です。そうだからこうしたくなる気持ちもわかるんですけれども、一つ大きな、ウィークポイントがあります。はい、こちらとこちらではもう皆さんご存知、想像できると思うんですけれども、木っていうのはこの線方向に弱いです。こっち多分もう絶対割れないと思います。でもこっち多分手でもいけると思うから手でやってみていい？怪我しないでくださいほっ無理や、ちょっと待って無理か、多分これすぐ割れると思いますね。でも片やこっち、どれだけ叩いてもしっかり通ってますよと、これ違い歴然ですね。ですのでその箱の作り方、まあ、椅子でも何でもそうなんですけれども、この木の繊維の方向っていうのは間違えないでくださいねというような形の、ちょっと実験でした。何せを箱物を組むときは木目は長い方向に通してやるというふうに覚えておくといいかと思います。長い方向に通しましょうねと、はい、こういう木目を短い方向に通すということはしないということです。はい、ただ、まあ、本当さっき言ったように作り方考え方によっては、例えばこういう箱物で椅子を作って上に蓋をしてなんかパカッと開けれるようなものにしたいですよと言った時には、こういう作り方の方が綺麗とか、そういう形もありますね。はい、ということでですね、よくある質問の、まあ、お答えするという意味で、箱物組む時どういうふうに組んだらいいですかと聞かれるんですけれども、すごい答えづらいです。なんでしょうね。まあ、料理で言ったら中華料理ってどんな味付けしたらいいですかって聞かれてるような形で、時と場合や何を作りたいか、どこに置くかっていうのですごい変わってきます。中華料理で言ったらそれじゃあ、酸味を足したらいいですよとか、鶏ガラを使ってくださいねとか、オイスターソース入れたらいいですよ、全部その作るものやその状況やその好みによって変わってきます。ですのでこれよく聞かれてすごい答えづらいんですけれども、私たちまあちょっと顔が見えない方たちにもその箱の作り方の一つの参考になればいいなということで、ちょっとお届けさせてもらいました。ということで、このシリーズ、一つ目はまずその箱の、作り方、考え方、構造などについて、ご説明させていただきました。で次回は、今度足物について見ていきましょう。テーブル、椅子、ベッドなどのその足の作り方にはどういう方法がありますかということでご説明させていただきます。ということで長い動画でしたが、ありがとうございました。またよろしくお願いします。